長野で10年間イタリア料理店を営んでたんですけれども、ですが今回のお店では、まあ、東京っていうやっぱり場所柄がやっぱり大きくて、まあ、いろんな方がいらっしゃるじゃないですか。だからここは僕が思うその伝統料理の枠を外したところで作りたい料理を作っていこうと。でコンセプト的には、まあ、イタリア料理をベースにして、炭火とあと発酵とか出汁、この辺の日本の食文化を取り入れた、まあ、そんな料理を作っていこうと思ってます。個人的にすごくカルボナーラが好きで、ちなみに愛犬も名前カルボですというくらいカルボが好きなんですが、コース料理1本でパスタ2種類用意しようと思ってまして、そのうちの1種類はもうカルボナーラ固定にしようと思ってます。だから今回はそのカルボナーラをご紹介したいなと思ってます。他の料理はこれ今回はタチウオをご用意しましたけれども、ここは日本の食文化をちょっと入れて、ナスをちょっと田楽風にして、でそれを炭火で焼いたその魚と合わせて、まあ、結構面白いアイデアじゃないかなと思うので、そちらをご紹介したいのと、あとはお肉料理、これは炭火でガッと焼いて、もうわさびと塩とオイルで食べるのが今のところ僕一番美味しいと思ってるんで、今回はそのシンプルにベストをご紹介します。休みのたびに本当にそう山行ってこう炭を起こして、やっぱその美味しさっていうのはもうよくよく知ってますから、まあ、そういったものを、まあ、こういう東京っていう場所でね、本当により表現できてお客様に楽しんでいただければいいかなとはすごく感じています。イタリア料理店ポンテカルボを経営しております小林明文と申します。あとシェフロピアという名前でもちょっと活動しています。多くなかったどころか、まあ、ほぼいなかったですし、逆風がすごかったですYouTube とかそのネットの世界では料理人が来たっていう形で結構受け入れていただいたんですよ。だけど現実世界ではお前さ料理人でしかもお店までやってんのにふざけてんのみたいな感じの空気でした。もともとお店で料理教室を開いたりしてたんですね。でもやっぱりマックス10人だったんです、僕のキャパ的には。という中でやっぱり動画っていうのは1本出せばすごく多くの方に見ていただける、まあ、こちらの方が料理の楽しさをこうより広めていくというか伝えていくにはいいなと思って、まあ、そのきっかけはやっぱ大きなところはそこですね。もう最初は iPhone5 かなんかのスマホで撮って、あの時その後ろがボケてて人物だけしかはっきりしてるとか、これどうやってもそうなんないって、でいろいろ調べたら、あそもそもこのビデオカメラじゃダメなんだっていうところでまた機材を変えて、なんか一個一個そうやって変えてった感じですね。だから今でも動画よりもすごく強烈に残ってるのは、あの3時間生放送やり続けたんですね。料理の楽しさをこう語ったりとか、でも一つのコメントが来なかったことがあってでもまあ3時間喋り続けたんですよ。だからお金にならなかったことがモチベーションだったと思います。やっぱそのなんか稼ぎたいとか、これ時給に換算したら大変だとか、そういうふうに考えなかったので、やっていくと本当に一つ二つとコメントが来始めて、対話をするようにじゃないですけど、僕の場合はコメントで今度こういうの見たいです、こう視聴者さんとこうキャッチボールしながら続けてきたような形だったので、だから、まあ、だから続けてこれたのかなと思います。その料理教室を動画活動してからも、まあ、続けてたりはしてたんですね。でその中であの包丁メーカーのツビリング・ヘンケルスさんっていう、もうずっと僕好きで、そのもう10年以上使ってたの でそこのツビリングさんの、その、まあ、会場を借りたいということで、その担当の方が日高シェフとすごく昔からお付き合いがあるということで、全然飲み僕も連れてってくださいよっていう話をしたら、本当にセッティングしてくださって、でその時にあの動画出てもらえませんかっていう一言を言ったら、シェフが OK してくださったので、これはもう気が変わらないうちにすぐ行こうと思って、
もう本当に1ヶ月しないうちにアポイントメント取ってシェフの赤パツァさんにカメラ持って行って、あれほどの方が YouTube に出るっていうのはあの当時本当になかったんで、すごい伸びたんですよね動画が。でそこから本当に日高シェフがよくしてくださって、いろんな方とこうつなげてくださったりとか、本当に人の輪を作ってくださいまして、まあ、このお店をこう始めよう、そしてこう作ることができたのも作っていただいた人の輪があってこそだったので、あの OK の瞬間で僕の人生は本当に変わったと思います。あれは分岐点といっても過言じゃないんじゃないかなと思っています。自分がこう置かれている環境も本当にいろんな方々のそういうつながりがあって今の自分っていうのがあるので、だそういう意味ではやっぱりそうですね、コミュニティ僕もすごく大事に考えています。まあね、人間として生きている以上はやっぱりその何かしらのコミュニティには属しているはずですし、まあ、僕もその、まあ、料理が仕事だったり、まあ、趣味でもあるので、まあ、そういった意味でその料理が好きな方だけでこう集まったらね、こうより面白いコミュニティになるんじゃないかな、まあ、オンラインサロンはそんなイメージで作ったんですけれども、まあ、ここまでも同じですよね、うん、だから隣の席の方と波長が合うんだったらそこでコミュニティが生まれても面白いなと思いますし、はい、まあ、人のつながりというか輪がどんどん広がったらハッピーになるんじゃないかなと思います。去年の12月くらいに東京に行こうというふうに決めたんですけれども、本当10月11月の段階では全くそんなことは思ってなくて、まあ、ある日にフロリアで長野のお店で料理長をやってくれてた子が、まあ、そのパティシエの世界にやっぱり2023年は戻ってまた新たに活動していきたいという相談を受けたので、だもうそれは後押しして、ただ前々から東京に行きたいっていうのはなんとなく心の中にはあったので、じゃあもうスタッフもちょうど入れ替わりのタイミングだし、じゃあもうここで10年ちょうど経つしもうお店閉めちゃおう、閉めて東京行っちゃおうっていう自分自身がね気が変わらないうちにもう決めちゃおうと思って、もう周りにバッと行ってっていう感じでした。場所は本当にいろいろ悩んで、自分で不動産屋さんもいろいろ回りましたし、本当はあまりここ僕最初候補から外れてたんですよ。前のお店さんが、まあ、住み使いながらなんとか回ってたと思うんですけど、ただ普通のレストランのような料理を作るには電力もガスもギリギリっていう、料理王国の編集長にちょっと相談というか、まあ、愚痴聞いてもらったりとか、で1軒あるんだけど電力もガスもギリギリだし、まあ、ただ住み使えるんですけどねというような話をしたら、何でもできる何でも揃ってる厨房っていうのは何も生まれないよって言われたんですね。やっぱりそのちょっと不便だなとか、これどうしなきゃいけないんだろうっていうところから初めてアイデアだったり新しいものが生まれるから、だからここいいんじゃないっていうアドバイスをいただいて、僕もなんかすごく感動しちゃってそのことに、だからもう すぐ不動産屋さん電話して、もうそこに住みますって言ってその日のうちに決めて、で準備してきたって感じですね。僕と奥さんと2人だけで始めるんですけれども、まあ、実は本当は欲しいんですけどスタッフも、ただ自分に今自信がなくなっているというのは正直な部分あるんですね。卒業してたスタッフとは今でも仲良くはできてると思うんですけど、でも料理業界を辞めた子が2人ぐらいなのかな、料理業界での楽しさだったり生き方だったりとか、まあ、そういった部分力不足で教えられなかったんじゃないかなとか、やっぱりそれって今でもモヤモヤしますし、彼らにとって本当にいい時間を提供できていたのかなとか、その人を育てる資格がないんじゃないかなとか、本当に答えが出ないし、まあ、答え出ないながらもでももう考え続けるしかないと思うし、だから一旦自分たちだけでお店をやって、まあ、ちょっと本当に修行の場でもあります。そういう意味ではこれからが、そこでまたスタッフと仕事を本当にやっていく本当の意味の大切さだったりとか、人を育てることの意味だったりとか、
まあ、一度自分だけでお店をやることでまた何か成長できるかもしれないねとは思ってるので、いやもう本当にあの毎日初心に変えてるぐらいですね。だいたい僕がこう未来はこうなるんじゃないかとか先行きはこうだなとかなんかかっこよく喋ったりとか考えたりしてることをだいたい外れてるんですよ。だからまあ初心に変えるというか、まあ、今できることを目の前にあるやらなければならないこと、もうここだけをしっかり見ようと、あんまり先を見たりとか後ろ見てもしょうがないんでという感じです。